市民団体の一人です。今日の集会のですね、いや集会じゃなくてアピール行動の、経過をまず最初にちょっと説明したいと思います。私たちは、今日このマイクの設定とか、みんなお世話になっている、テッサンたちの仲間と違って、ここの場所でやるのは初めてです。初体験のメンバーであります。それもですね、先ほど、どちらかの捜査関係者の方がおっしゃったそうですが、今日の主催者は一体誰なんやということで、まさによく分かんないんですね。こちらの私の隣に立っていらっしゃる、上智大学の田島康彦教授が怒って一人で立ち上がりました。それが10月の12日の土曜日の夕方、高田馬場の中華料理屋です。でそこに集まっていた残り3人がよっしゃ一緒にやろうと、院内集会は何回もやってそれなりに人が集まって関心持った人が広がってきたけれども、やっぱり首相官邸や国会議員の皆さんに対して街頭でアピールをしたいと、ということで10月12日から今日の集まりを企画をしました。ということで、いろんな組織とかグループの方にお声をかけていると、その組織とかグループでいろいろ決める手続きのために1週間とか10日時間がかかってしまうと。で、それを省略するために田島教授個人呼びかけということで、この場を設定をすることにしました。というのが表も裏もなく正真正銘経過であります。ということで、最初にですね、上智大学の田島康彦さんから、主催者の挨拶を、していただきます。おお、こんばんは。こんばんは。正義の味方でですね、怒りに震えてというのは本当では実はなくてですね、私が一番思ったのは、こんな法律をですね、街頭で、デモをしたり発言をしたりっていうことなしにですね、勝手に、そんなものを通してしまうような国であってほしくないなと、おそらくね、この法律を考えている人たちは、高笑いをしてですね、日本の国民なんていうのはね、みんな我々がやってるように従えばみんなついてくるだろうと、そういうふうに高笑いをしてですね、いるのではないかなというふうに思います。しかし我々のですね、民主的な国であるはずなのにですね、大事な本当に大事な情報がですね、秘密の名のもとにですね、隠されてしまって、しかも処罰を、していくと、民主主義の国でね、こんなその秘密だらけの、法律を作っていいはずが全くないんですよね。ですからやはり、政党とか関係なくね、もっと自由な言論を大事にしたいとか、あるいは自由な言論をするためにはね、大事な情報が提供されなかったら判断のしようがないわけですよね。ですからその意味でこれは右も左もなく本当に、自由で民主的な国を作るためにはですね、こんなとんでもない法律を作ってはいけない。秘密保護法なんて言ってるけどね、ネーミングに騙されちゃいけないっていうことですね、公の情報、公共的な情報がですね、勝手に、秘匿をされる、そういう法律なんですね、本当に大事な秘密を守る、そういう法律ではないんです。そこのところをですね、みんなで、今日、せっかくの機会なんで、いろんな立場から発言をし、異議申し立てをしですね、こんな法律を作らせないためにぜひいい会に、できたらなというふうに思います。以上で私の方からの発言、終わりにしたいと。どうもありがとうございます。
それではですね、ともかくいろんな方に一言アピールをお願いしたいと思います。私たちはともかく、それぞれ属しているグループとか政党じゃなくて、この問題に反対をしようと、国会に上程させない、閣議決定させない、国会に上程をさせない、そのためには世論をともかく作り上げていかなければいけないと、ということでいろんな方と連携を組みながらやっていきたい、今日がその第一歩だというふうに思っておりますので、ともかくいろんな方に、スピーチ、メッセージをお願いしたいと思います。で最初はですね、この間、いろんな形で組織を全力で挙げて取り組んでらっしゃる新聞労連さんからまず一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。最初出てくる皆さんどうもこんばんは、田島先生の後に話をさせていただくのは大変共有で恐縮でございますが、新聞労連の日比野と申します。いろんなところでですね、もう実は1年以上前から秘密保全法と言われた頃から新聞労連は、反対の声を上げてきましたが、まさかこんな風に25日に現実のものとしてですね閣議決定されてしまうとは、いうのはちょっと信じがたいというか、そういう思いです。いろいろありますけれど、論点はいろいろありますが、どうも作ってる人たちもですね、昨日の行政交渉でも、じゃあ一体秘密を漏らしたり、漏らさせた人を逮捕してどうやって裁判をするのかと言ったら実にしどろもどろでありました。秘密保護法ではなくて、秘密隠匿法というか情報秘密法というふうに思います。新聞労連は、これには組織を挙げて反対をしています。しかし、1985年の国家秘密法時代に比べて、新聞記者新聞業界の反対の機運は正直言ってあまり上がっていません。なぜでしょうかというと、実は、新聞経営者の皆さんは秘密保護法のことで取材対象者がですね、がんじがらめになってしまうことよりも、来年そして再来年の消費税増税に向けてですね、なんとか税金を消費税を負けてくれということしかどうも頭にないようでですね、新聞経営者の皆さんはぜひもうちょっと新聞労連の呼びかけにも応えてですね、反対の機運を上げていただきたいというふうに思っています。私も新聞労働者の一人として、新聞はやはり生活に欠かせないものとして、税金は軽減税率の対象にしてほしいと個人的には思います。そのためにはやはり国家の秘密を暴露する、国の法律にも従わずに暴露するときは暴露するというような新聞を作んなきゃいけないんですね。でないとやはり4000円出して買ってくれる人がもういなくなってしまうんじゃないか。新聞の商売の戦略上も秘密保護法に反対することが新聞の生きる道だというふうに働く者として思っています。経営者の皆さんにもぜひここからも呼びかけたいんですね。ですから、新聞はマスゴミだとかいろいろ言われますけども、頑張っております。ぜひ皆さんも新聞に声を出して反対してくれというふうに声を上げていただきたいですし、私たちは働いている者としてそれを言っていきたいと、言っていかなければいけないというふうに思います。ということです。ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんご存知のようにというか、もしかしたら、ここの場所初めて来られるよって方いらっしゃるかもわかんないんですけど、ここは、安倍さんがいる首相官邸の前でもあり、それから皆さんの、横手というか後ろは、記者会館でもあり、それから、向かい側の方には、国会議事堂があり、それから、国会議員の皆さんの議員会館があると、その3社4社にですね、私たちは声を届けたいというふうに思います。それでは今日はですね、いろんな国会議員の方も順次駆けつけていただいているんですけれども、今来られていてちょっと時間がこの後押しているという、社民党の新しい党首になられた吉田党首に一言お願いしたいと思います。どうも皆さんこんばんは。福島みずほさんの後に社民党党首に就任をしました
参議院議員の吉田忠智でございます。特定秘密保護法案に反対をする官邸前行動に参加の仲間の皆さん、心から敬意を表します。臨時国会、ご案内の通り10月15日から始まりまして、総理の所信表明演説、そして衆議院参議院の代表質問、そして今日までで衆議院の予算委員会、お金出ておりますけれども、総理の発言は極めて慎重、いわゆる戦後レジームからの脱却という本人の持論を封印しているような印象でありますけれども、しかし実際行われていることはすでに、アメリカ版、日本版国家安全保障会議の設置法、 NSC 設置法を含む特別委員会が強行設置をされております。この特定秘密保護法案を審議をする特別委員会もすでに設置をされている状況の中で、お話がありましたように25日にもこの法案が閣議決定されるのではないか、そのように言われております。改めて申すまでもありませんけれども、外交や防衛や原発などの都合の悪い情報は国民に知らせない、一方で国民の知る権利を著しく制約する極めて問題のある法案であります。また自民党の憲法改正草案においても、公共及び公の秩序に反しない限りという名目で、例えば集会結社の自由や言論表現の自由など制約をする、そういう自民党の憲法改正草案を先取りをする法案でもあるわけであります。私ども国会においても、私どもと考え同じくする国会議員の皆さん、政党の皆さんと共闘して、この法案の成立阻止に向けて全力で傾注していく決意でございますが、国会を取り巻く世論の高まりもぜひとも必要であります。皆様方と一緒に社民党も戦い抜く、そうした決意を申し上げまして、連帯のご挨拶にさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。何度か、皆さんにお願いをしておりますが、通行の方の、邪魔になると、今後のこともいろいろあって、困りますので、ぜひ通路だけを開けていただきたいのと、それからここの場所を直接見られる方がですね、限られています。せっかくですから途中で、今前の方で参加されている方は後ろの方の方と入れ替わっていただくとか、お互いにちょっと協力をし合ってですね、できるだけ全員がこの場に参加できたというものを作っていきたいと思いますので、ぜひ自主的にですね、途中ではい、あんた変わりましょうねというようなことでやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、次は杉原さん、杉原さんいらっしゃいますか。拍手をお願いいたします。ありがとうございます。福島原発人口緊急会議や、E シフト、緑の党の脱原発さんともしています杉原と言います。私は今回の、秘密保護法案、もう閣議決定目前なんです。で今日、特別委員会第1回目が開かれて、額賀参賀委員長で理事8人ぐらいですか、もう選ばれてしまいました。まあ厳しいメンツばかりです。でそういう中で私自身は、原発の問題や平和の問題をやってきたんですけれども、ちょうど、もうだいぶ前になりますが、反対側にある憲政記念館で日米の軍需産業がですね、実物大のミサイルの模型も展示しながら会議をやって、そこに、聞きに行きました。でその時に、キューマ、元防衛大臣がですね、必死にやっていたのが日米軍事秘密包括保全協定を作りたいということなんです。でそれが締結されたことを、まあ、一つのきっかけとして、日米が一緒に戦争するために情報を共有する、そのためには日本のようなザル状態じゃダメだという口実でここまで来てしまったということだと思います。私が強調したいのは、こうした本当にひどい法律が次々と上程されていく、その責任はどこにあるのか。今の政治状況の中ではやはり平和や福祉、庶民を掲げてきた公明党の存在が非常に大きいと思っています。修正案ができたといって、今日おそらく正式な了承手続きを終えていると思いますけれども、全く修正にもなっていない、歯止めにもなっていません。そうしたことを公明党は確か来年結党50年ということらしいんですが、
この党が事実上存在意義を失う、そういうことを今秘密保全法やさまざまな問題でやろうとしていることに本当に怒りを持っています。責任を問うべきだと思っています。今回この秘密保全法ができることで日本版 NSC という、まあ、アメリカのモノマネのような機関が同時に作られようとしていますけれども、そこで行われることは情報を今まで以上に隠すことで実際に一緒に戦争になっていく、私たちは市民は何もわからないままにその戦争に引きずり込まれて日本が他国の人々を殺していく、そういうことが進められるわけです。でもそれが本当に日本がやるべきことなんでしょうか。憲法9条があるならば本来は一切の軍事秘密が存在しない、そういう国が日本であるべきなんです。そうだ、私たちは今やるべきなのは政府とは全く逆のことです。一切の秘密のない、少なくとも軍事秘密がない、そうした社会を作っていくこと、その中でアメリカにとってこの日本とはとても軍事協力ができないというような本当にガラス張りの開かれた透明性のある社会を作っていくこと、そのことが本来は日本がやるべき積極的平和主義の実態だと私は考えています。まあ、25日に閣議決定されてしまう可能性高いですけれども、この日にはもう日本中で一人一人ができる形で抗議の意思をぶつけて、そしてジャーナリズムや国会議員が自分たちを否定するようなこの法案を絶対に認めるな、声を上げろという声を一人一人がぶつけていく中で、何としても廃案、少なくとも継続審議で先送りさせて廃案への道筋を作る、そのことはできると思っています。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。今私の方からですね、司会進行の私の方から何人かご指名させていただいてますけど、この場に来て発言されたいという方ももちろん時間の許す限り話していただきますので、希望される方は私の方に、声をおかけください。ただ一人でマイク握りしめちゃって15分20分は困りますので、本当にショートスピーチですが、そういう方は私の方にお申し出ください。それでは次はですね、田島康彦教授が、共同代表の、お一人を務めていらっしゃる、監視社会を拒否する会という市民グループがあります。あちこち監視カメラがあったり、それから今歩くその動作自体も全部もう、人間識別のという、まあ、世界になっているわけですけど、そこの、市民団体の川上さんから一言お願いします。なお声明も出されています。川上です。監視カメラに反対してきました。住居ネットに反対してきました。共通番号制にも反対してきました。この秘密保護法は一体何ですか。防衛外交だけではなく治安公安も国家機密にするとんでもない法律です。政府に反対の声を上げる、こういう私たち自身を監視する、そういうとんでもない方法だと思います。単にアメリカと戦争をやっていく、そういう軍事情報を共有するというだけではないと思います。都合が悪い原発の事故情報を隠蔽する、そういうことだけではないと思います。今日本版 NSC の設置法案が審議されていますけども、私たち自身を監視していく、そういうことを秘密にしている、こういう法案だと思います。でもなんでそんなことやるんですか。やっぱり戦争をやるためには反対する国民を、市民を、労働組合を、政党をみんな監視し、そして弾圧していく。10年懲役いいだろう。懲役が怖くて取材するジャーナリストはいますか、なんということを石破さんは言いました。こういう人たちが作ろうとしている法律なんです。だから私は戦争を許さない、そういうためにもこれに反対する人たちは全てこの法案に反対しなきゃいけないと思います。憲法に反対する人、原発に反対する人、 TP に反対する人、みんなが一緒になってこの秘密保護法案に反対する、
そういう声を上げなきゃいけないと思っています。私もその先頭で頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。警備の警察官の皆さんが赤いコーンを置き始めましたね。勝手に、いろいろとされないうちに私たち自身できちんとその辺は、通行の皆さんの場所は確保していきたいと思います。それでですね、今日、こういう形で秘密保護法について、これだけの方が集まって最初の行動になったと思いますが、明日も明後日もし明後日も続いていきます。明日明後日呼びかけられている、安倍義弘さんいらっしゃいますか。安倍さんからアピールをお願いします。はい、こんばんは、安倍と申します。私は去年の8月から、この官邸前で TPP の反対運動をしてきました。正直こんなに人が集まったことはないです。ある意味頼もしいなと思います。でも、25日にもう閣議決定されて、国会に上程されるということなので、その25日まで我々国民のこの反対の声をずっと届けようと思って、田島教授の後を過ぎ、明日明後日とこの6時半から8時までの間、この場所で同じような抗議アクションをしていきますので、ぜひ皆さんご参加ください。今日来ている人が2人3人と連れてきていただければ、相当大きな抗議アクションになると思います。それからちょっと最後に一言、私物書きの端くれなんですけれども、言論人の方たくさんいらっしゃいますよね。今その言論の自由が奪われようとしているんです。今立ち上がらないでどうするんですか。そうだ、みんな声を上げてください。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。もう今日から連続して まずは、閣議決定と国会上程をさせないと。でその次もし閣議決定されて上程されても、きちんとした審議を徹底してやるべきだと。そうすれば中身のひどさ、いい加減さがどんどん分かってくると思うんですね。そういう意味では今日の行動、それから明日以降の行動、すごく大事になりますので、みんなで連携してやっていきたいと思います。で実は今日初めて発表しますが、11月の21日木曜日、この日に大行動をやりたいと。で安倍さんたちにも呼びかけたいし、哲さんたちにも呼びかけたいし、それから労働組合の皆さんにも呼びかけたいと思いますが、とりあえず11月21日場所をほぼ確保できそうになってきましたので、この日に大集会をやりたいというふうに思っております。で詳しいことはまた後で述べますけれども、ともかく連携してやっていきたいと思ってます。それではですね、次はね、地方自治体の議員の皆さん、とりあえずお二人から順次ご発言をいただきたいんですが、まず千葉県議会で、活躍をされている鎌ヶ谷選出の藤代さん、よろしくお願いします。どうぞ。こんばんは。ただいまご紹介いただきました千葉県議会議員の藤代でございます。残念ながら千葉県議会議員、今日のいわゆる意見書提出では秘密保護法を断固反対というのに、これに賛成してこれを上程しようじゃないかと意見書を出そうと思ったのは私たちだけ、それと共産党さんだけでございます。あとは何を持っているのか、秘密保護法の危険性が全く分かっていない。今日のこの集会、皆さんと一緒に何としてでも秘密保護法をやめさせる、撤回させる、そういう運動の第一歩にしていきたいと思っております。戦後60数年、私も団塊の世代です。国民主権という形で育ってまいりました。この国民主権が全くないがしろにされる、そんな法案としてこの法案があるんじゃないかと思います。もうすでに国民総背番号制のマイナンバー法は出来上がり、私たちの情報は一つの番号であらゆる情報をいわゆるコントロールされている。そして今度は国の情報は一切出さないだけでなく、これにアタックしようとする、アクセスしようとするものに10年の懲役というとんでもない法律、しかも防衛外交だけでなく、これまでの公共の安全と秩序の維持という、それを言ってはあまりにも露骨になってしまう、分かってしまうというので、テロ
活動の防止のため、スパイ活動防止のためと言っております。では、私たち関係ないのかな？大いに関係ある。例えば、あの原発の問題、あの原発の 3.11 の時、あの原発の中の設計図を出さなかった。テロのため、大変だから。でも、その設計図をちゃんと消防の人に出した人がいたので、私たちは今このように集会もできている。それが特定秘密になれば出した人は10年の懲役です。そんな法律が今作られようとしている。秘密、秘密、秘密って何ですか？いわゆる行政庁の長官、長が秘密といえば秘密、ここにあります。秘密、何が秘密？それが秘密です。私が秘密といえば秘密なんです。そんな国を作ったらこれからどうなっていくのか。そのような法律を何としてでもこれを出させない。そして私たちの国が1億2000万人一人一人が大切にされるようなそんな社会に作っていきたい。そんな思いで今日参加させてもらいました。秘密保全の法案は先ほどありましたように何のためにこんなものを作るのかな。いわゆる国家安全保障基本法案という法案が見てみるとよく分かってくる。その中には集団的自衛権の行使、そして今日の新聞等々にも出てましたけれども、武器輸出三原則の否定、専守防衛を指定して海外への派兵、そして秘密保全を構成、これがワンセットで作られている。まさに戦争する社会へというよりも、私たちが主人公であるという国民主権を全く否定するような社会へと進もうとしている。こんな法案、皆さんと一緒に潰していきたい。私も全力を尽くして頑張りたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。それでは続いて、東京三多摩地区、三鷹から、島崎市議会議員が来られてますので、一言お願いします。すみません。ちょっと、よろしくお願いします。ご自宅におかけください。こんばんは。紹介いただきました、三鷹市議会議員の島崎英二です。なんで逮捕されたかわからない。財刑法定主義というのがありますけれども、逮捕されて、投獄されて初めて知るというような危険を持った法律だと思います。今前の方がね、ルール述べられました。 3.11 以降、多くの人たちが価値観を変えて、命が大切だ、そして自ら行動するようになった。そしてネットを使いながら発信し合って、私たちは原発のない社会、これを訴えて、こんな法律を今なんで作るのか、その一つに私たちを監視して、恐れを呪いてきたんだと思います、安倍たちは。これが民衆の立ち上がりになり、これはやばいぞと。その前に叩き潰せということが、この法案の狙いの一つにあると思います。メディアの皆さん、なんでこんなにおとなしかったんですか。私が初めて知ったのは東京新聞、京都新聞、毎日新聞でした。民間の私たち個人は、ユーストリームを使いながら、あるいはツイキャスを使いながら発信してるんです。たくさんの読者のいる、たくさんの視聴者のいるメディアの皆さん、自分の首を絞めることだけは止めてくださいよ。これは私からのお願いでもあります。戦争をする国、このために自民党は自民党憲法改正草案、改正ということに名を借りた、私は無血クーデター、立憲主義転覆のクーデターだと思います。そこに立ちはだかる主権者たる国民を抑え込む、そのことにこの法律の狙いもあると思います。一人では微力ですけども、この声をみんなで伝え合って、この反動法、そして未来の子たちにしっかりとした社会を残していきたいと思います。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ジョニーさん、ジョニーさん、次もう一人喋っていただいた後に、ジョニーさんに、秘密のアッコちゃんという替え歌をここでご披露していただきたいので、スタンバイをお願いしたいと思います。じゃあ次はですね、中小の出版社、
出版社も反対してます。で、その出版社協議会、青山さんいいですか、はい、中小出版社の皆さんも声を出して反対をしております。よろしくお願いします。おー、小さな出版社爆発で96社集まっているところです。私どもも10月10日に反対声明を出しました。やっぱりこの法案は一体何なんだろうかと、今国家にその秘密、重要な秘密を隠さなきゃならないことが緊急にあるのかどうか、全くないんじゃないかというふうに思います。今回の法案は9月3日に、概要が説明されて、パブリックコメントの募集もたった2週間という全く一方的なやり方だというふうに思います。でもこの短い期間の中でも、Q1 2のパブリックコメントが集められ、そのうちの 8割がですね、やはり情報が隠される、周知識がなくされるということで、8割が、反対だ。やっぱりこれは政府がですね、これをよく精査して、この法案は提出すべきではないというふうに私ども考えます。本当は先ほども言われているように、大きなメディアがもっと危険だぞということを大きく言わなければいけないと思います。行政の長がですね、勝手に、外相や防衛省がですね、これは隠せよということになればですね、この指定秘密が30年も続ける、とんでもない法案です。やはり、もっと声を上げてですね、この法案を早めに、皆さんと共に戦っていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。ジョニーさん準備できましたか。はい、じゃあですね、ジョニー H さん、はい、H さんじゃなくて H さんです。はい、今からジョニーさんが秘密のアッコちゃんを皆さんに披露していただきます。すいません、このトラメガでギターで歌を歌っていただくという非常に困難な状況でございますが、私がマイク持っててよろしいでしょうか。はい、名前いくらね優しくしたって秘密保全法には間違いないでございます。秘密の保全法という歌でございます。国民の前ではとぼけて嘘つきおすまし、それはな、それは新聞もテレビの中からもツンツンツン。あ、どうぞお取りください。権力者も嘘を叩けない、ツンツンツン、それは何、それは秘密の保全法。朝から晩まで嘘ばかり、権力者の宣伝、それはなぜ、それは新聞もテレビの中からもツンツンツン、記者もディレクターも痛くない、ツンツンツン、それは何、それは秘密、秘密、秘密、秘密の保全法。人でも犬でもお化けでも何でもしょっぴく、それはなぜ、それは新聞もテレビの中からもツンツンツン、捕まって拘置所で殺される、ツンツンツン、それは何、それは秘密、秘密、秘密、秘密の保全法。
祭りやバブルで浮かれさせ国民が思考停止。それはなぜ、それは新聞もテレビの中からもツンツンツン。間違えたもう一回いきます。祭りとバブルで浮かれさせ国民が思考停止。それはなぜ、それは新聞もテレビの中からもピッピッピッ。権力者が陰謀を隠してピッピッピッ。それはなぜ、それは世界のショックに溶け込んで独裁目指す。それはなぜ、それは新聞もテレビの中からもワンワンワン。米国のために戦争するワンワンワン。それはなぜ、それは秘密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 の保全法。憲法も国民の知る権利保障をしろと。それだから出てこない大事なとこですよ、これ秘密だから。それは新聞もテレビの中からもツンツンツン。さあ、答えです。みんなでこれを止めなきゃ、ツンツンツン。それは何、それは秘密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 の保全法。それは秘密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 の保全法。ジョニー・エイチさん、それから後で川柳作家の蘭希龍さんにも一言川柳でアピールしていただこうと思ってますけれども、この皆さんはですね、レイバーネットという市民メディアが、水曜日だっけ、毎週今、水曜日に、8時ぐらいかな、8時ぐらいから、インターネット中継をやってます。ぜひ皆さん、毎回レギュラーで、今のジョニー・エイチさん出ておりますので、今度はインターネットで見ていただくようにお願いしたいと思います。今共産党の赤宮さんと私マイナンバーでずっと、はい、大変お世話になりました、はい、ありがとうございました。いないんですよ、国会議員でね、内閣委員で、マイナンバーの審議の時に反対の立場でやっていただけるのは衆議院では今いらっしゃっている共産党の沖縄選出の赤嶺議員と、それから生活の党の村上議員を2人ぐらいしかいなかったんですね。で、参議院になるとですね、なんと沖縄選出、この前ぶっちぎりと言っていいけど勝ち抜いた、選挙区を勝ち抜いた無所属の糸数恵子さんしかいないんですよ。そういう中ではかなり頑張ってご奮闘いただいた。じゃあまず赤嶺さんから、はい、で、木さんも皆さん一緒にちょっと、はい、順番にお願いしたいと思います。官邸前にお集まりの皆さん、大変ご苦労様です。日本共産党衆議院議員で、九州沖縄県選出、沖縄県出身の赤嶺政権です。今お話にありましたように、今年の初めはマイナンバーで大変な危機感を持ちながら国会論戦に臨んでおりました。今度の秘密保護法と日本版 NSC については国家安全保障に関する特別委員会で審議をする動きになっております。今日その国家安全保障に関する特別委員会が開かれて、
委員長選出が行われました。まだ審議の見通しについては全く話し合いが行われておりませんが、それでもメディアでは25日に本会議を開き、そして、来週から連日審議が可能になる特別委員会を強行していく、こういう段取りになっているようであります。私はその安全保障特別委員会の日本共産党の委員として、この悪法を阻止するために全力で頑張り抜く決意であります。国会外からの皆様方の応援、どうぞよろしくお願いいたします。私は沖縄県出身ですから言いたいことはたくさんありますが、安全保障の上に国家安全保障とつけることが大きな間違いだと思います。あの沖縄戦でも国体護持の犠牲になった、捨て石になったのが沖縄の戦争でありました。今尖閣列島をめぐって日中間のいろんな対立や紛争がありますが、国家の領土として尖閣列島を見るのか、そして武力衝突も辞さないという態度を取っているのか、尖閣の周辺に住んでいる、尖閣を生活圏にしている沖縄県民の平和で安全な暮らしの立場から安全保障を考えるのか。安全保障というのは国家のためにあるのではなくて国民のためにある。このように考えたら、武力による衝突や紛争が戦争につながるようなことは絶対に避けなければならない。憲法9条を破って戦争する国にするようなことを絶対にしてはならない。これが本来の立場ではありませんでしょうか。秘密保護法が国家安全保障に関わる特別委員会で審議されるということは、すなわち戦争をする国に日本を作り変えていくということと結びついた悪法であることはもう明らかであります。日本版 NSC もたった4人の閣僚だけで情勢を判断して情勢への対処を決める、その4人が安倍首相や菅官房長官や外務防衛大臣、物事を軍事力で解決しようとする人ばかりであります。こんな人たちに日本の国の運命任せるわけにはいかないのではありませんか。この2つの法案、何としても廃案に追い決めましょう。国家の秘密で苦しめられたのは沖縄の米軍基地の問題です。秘密の上にさらに秘密を重ねる、絶対に許せない、こういう立場で皆さんと一緒に頑張ってまいります。共に頑張りましょう。ありがとうございました。皆さんこんばんは。日本共産党の参議院議員、吉良よし子です。私も皆さんと一緒にこの秘密保護法案について学んでまいりましたけれども、勉強すれば勉強するほどこんなに怖い、ひどい法案はないと実感しています。だってな、だって失礼しました。まずやっぱこれが許せないのは、権力者の都合によってどうとでも解釈できる法律になっているじゃありませんか。秘密、何が秘密かもわからないという、昨日省庁へのレクに私も参加しましたが、原発や TPP についてが秘密にならないという保証はどこにあるのかという問いに対して、省庁側は別表に記載され
されていないからだと言いました。しかし法案読めば月表に関わる事項は秘密だと言い、それは関係省庁の長が決められると言っているじゃないですか。今この別表にないからといっても、最終的に長が判断すればそれは秘密になってしまうんじゃないですか。こういうことを許すのは絶対に許さないし、そして適正評価の問題もあります。国家の秘密を守るために、なんで個人の秘密プライバシーが収集されてしまうのか。こんな不公平なことはないし、やっぱりこれは弾圧のためにやろうとしていること。こうやって物が言えない国民、物が言えない社会を作ろうとしていることに他ならないということを実感しているんです。こういう戦争への道を作ること、憲法をないがしろにすること、憲法を変えずに憲法を変えていくような、いわゆるナチスの手口は私ひらりと絶対に許すわけにはいきません。必ずみんなで手をつないで、この広い法案断固少しへと持っていこうじゃありませんか。私も国会だけでも頑張る決意申し上げて、この場でのご挨拶をさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、共産党さんお二人国会議員が続きましたので、共産党3連発でいっちゃいます。地方組織埼玉から、来られた、伊藤岳さん、よろしくお願いします。岳さん頑張れ。皆さんこんばんは。埼玉でも秘密保護法を許さない埼玉の会っていうのが先週皆さん結成されました。共産党や自由放送団、平和委員会、蔡労連などいろんな団体が見かけあって、この悪法を潰すまで頑張ろうと決意を固めたところでございます。ある副総理でしたっけ、ドイツのやり方に学んだらどうかねって方いらっしゃいましたね。ドイツのやり方に学んで、日本国憲法の効力さえ止めてしまいかねない、その危険があるのが秘密保護法じゃないでしょうか。何が秘密か、それは秘密です。行政機関の長、総理大臣が秘密を特定できる、いつか来た道の逆戻りじゃありませんか。こんなことは私たち日本人絶対に許さない。東京で埼玉で全国でこの悪法を必ず放流されるために、最後までそして勢いつけて頑張っていこうじゃありませんか。私も頑張ります。ありがとうございました。ぜひ共産党の皆さん、国会内、それから、地域から頑張っていただくようにお願いします。ありがとうございました。それでは次はですね、今日会場に来られて、私も一言という方が大阪から来られております。安原さんいらっしゃいますか。大阪の安原さん、どうぞ。どうぞお取りください。はい、お騒がせしております。どうぞお取りください。夜間高速バスで今朝着きまして、ネットカフェで、8時間ほど寝て今起きてきたところです。安原と申します。私実は、ある大学 の教授とかじゃないんです、研究員ということで、結構研究者の友達がいるんですね。で中には今エクサっていうとかスパコンなんかを研究してる友達っていうのもいるんです。スパコンっていうのの研究っていうのは、これ軍事機密になるっつって、本人もブログにもですね、俺は抗議だっつってもう実名さらして、国家機密法絶対反対だと、そうしないと俺引っかかると、引っかかったら俺は友達関係から財産からプライバシーから何もかも全部調べられてしまう、こんなの絶対嫌だってもう怒ってるんですね、研究してる人。あるいは他にですね、開発援助、アフリカなんかの援助問題やってる人もいますけれども、こういう人たちも意外に実情に詳しい現地の、ですからいわゆる国家機密に近いようなことを知っている、そういった人た
もいわば国家に機密を、まあ、いわば担う人たちのプライバシーも人間関係も全てこう破壊してしまう。私こういうのはですね、なんていうのか、こう人間関係をすごく薄気味悪くしてしまう。それがね、もうある意味私すぐにファシズムになるとか戦争になるとかっていうタイプの考えではないんだけども、すごく気味の悪い社会になるんじゃないかってことをすごく心の底から思っております。絶対反対です。以上であります。どうもありがとうございました。この場に来てアピールされたいという方いらっしゃったら、ぜひこちらで受けますので、私のところまで、お申し出ください。それから先ほども申しましたように、ここの場所を見える方が限られているんですね。地下鉄の出入り口の方にいらっしゃる方、なかなかここで喋ってる顔が見えないと思いますので、ぜひですね、前にいらっしゃる方、途中で入れ替えるとか、交代していただいてですね、全体で参加しているという、そういう気持ちを持ちたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それから鉄さんたちが頑張って、ここの通行の確保をしていただいてますけれども、だん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 盛り上がって前にこう虹に出て通行の邪魔にならないように、それだけは注意していただくようにお願いします。それでは次はですね、学者研究者の皆さん、19日でしたか、東京新聞でも、報道されましたけれども、憲法学者とか刑事法の学者さん、学者の皆さんも、これはもう大問題だと、放っておけないとということで、今日も何人かの方が駆けつけていただいてます。まず、清水雅彦さんからお願いします。皆さんこんばんは。日体大で憲法を教えている清水と申します。で今日は昼食べ過ぎまして、今すごく気持ち悪くて、きちんと話せないかもしれませんけれども、どうもすみません。で私、憲法が専門ですけれども、やはり憲法というのは、国家を縛るために、ある法ですけれども、今回のこの秘密保護法というのは、その縛られている側の国家がその縛りを外してどんどん暴走してきている、そういう特徴があると思います。で例えば自民党が昨年4月に発表した自民党の改憲案で、日本国憲法は全文は日本国民はから始まるのに、日本国はから始まりますし、日本国憲法は国民に対して3つの義務しかないのに、自民党の改憲案では10ぐらいに義務を増やすわけです。であるいは その自民党の改憲案の9条の2っていう規定の中で、国防軍に関する秘密保護法制を要求してますし、あるいは昨年7月に自民党が発表した国家安全保障基本法案、この中でも秘密保護法制を要求しています。でそして今年の3月に国家安全保障会議設置を議論する有識者会議の中で秘密保護法制が必要だと、でそれで安倍政権が国家安全保障会議と秘密保護法はセットで必要だということを言い始めたわけです。でこういう形で今自民党は国家の安全を前面に出してこういう法律を作ろうとしているわけであって、それは決して、市民の安全を考えているわけではないわけです。でしかも80年代の国家秘密法案との違いは、80年代の時は防衛庁と外務省ですね、が望んでたわけですけども、今回は警察がこの法律を望んでるわけです。で具体的には90年代半ばから警察の中に生活安全警察というのができるわけですけども、でそこが防犯対策を強める中 でどんどん肥大化していって、実際には警察の中で警備公安部門というのは人が減らされるわけです。でも2000年代に入って、9.11 が起きた後にまたそのテロ対策を強める中で警備公安部門がまた復活してきて、でそういう中で、今テロ対策に力を入れているわけです。でも例えばこの間安倍首相が中国韓国を挑発して、また自衛隊が拡大しようとしていますし、あるいはテロ対策、強めて、警備公安警察がまた肥大化しようとしていますけれども、でも憲法の観点からすれば9条に基づいて、諸外国と仲良くしなければいけないわけですし、でなぜ日本でテロの可能性があるかといえば、アメリカの戦争に協力したからアルカイダグループに名指しをされるわけであって、で憲法全文に積極的平和主義で、これは安倍さんが言う積極的平和主義ではなくて
貧困問題の解消するのが積極的平和主義であって、でこれをやっていけばテロっていうものは防げるわけです。でもその権力機構っていうのは自分たちの仕事をどんどん増やして、で肥大化していこうと、でその中で、こういう秘密保護法案というものが出てきたというふうに言えると思います。で私自身は80年代学生 で当時中曽根政権が国家秘密法案を制定しようとしました。でその時に私は郵便部というところに所属していたんですけども、これができたら自由な言論活動ができないと考えて、当時郵便部有志で、新宿とか渋谷など街頭で、反対遊説活動をしました。でそういう活動をしていたので、また大学教員になって、こう街頭で喋るっていうふうには思ってはいなかったんですけども、80年代しかし、私たち学生も立ち上がりましたし、で市民も立ち上がりましたし、でなんといってもマスコミが強力に反対の論述を張って国家秘密法案は潰したわけです。でしかも80年代、86年の中曽根政権の衆参同時選挙で、衆議院は300席を取ったので、自民党政権は悪法をどんどん作れたはずですけども、国会密は作れなかった。でそれはやはり国会外の反対の声が強かったわけです。でこの首相官邸前の報道で言っても、私も参加したことありますけれども、この間脱原発の行動が毎週続いています。で野田政権は2030年に原発依存率 15% にしようとしたわけですけれども、毎週の、首相官邸前行動、そして世論調査をしても脱原発の声が強かったので、あの野田政権でさえ2030年代、脱原発依存を言わざるを得なかったわけです。で25日に閣議決定をして秘密保護法案を国会に出そうとしてますけれども、そして今自公が多数ですけれども、国会外の声が強ければこれは制定を拒むことができます。それは80年代の戦い、脱原発運動の戦いからでも言えることです。でそういう意味で、今回こういう形で街頭宣伝活動ができたということは、非常に大きな力になるわけですし、今後も皆さんがあちこちで声を上げていけば絶対秘密方法は潰せます。私も大学教員として授業、講演、書き物で、秘密方法反対の声を上げてきますので、ぜひ皆さんも声を上げてください。以上です。ありがとうございました。実は私たち15日の日にこの国会の議員会館の中で院内集会をやりました。そこにも本当に大勢の220名の方においでいただいたんですが、その翌日にですね、今こちらにいらっしゃる、で今日この会場いろんなこのマイクの準備がないから全部やっていただいた、哲さん、はい、火炎瓶哲さんが、翌日ですね、16日にやっぱり院内集会やりました。そこも人があふれたんですね。で、哲さんたちもこれからまた、この問題に一緒に取り組んでいこうということですので、これからちょっと哲さんに一言気合を入れていただきたいと思います。よろしく。どうも、初めましての方もそうでない方も、芸名火炎瓶哲です。音楽やってますので芸名武装ですけど、心は優しい哲と申します。でですね、もともと私、そうです、おととし以降声を上げ始めたのは原発の問題です。で、原発の問題で声を上げられた方、たくさんここにお集まりだと思います。で、皆さん、原発の問題で声を上げられるときに皆さん何に怒って声を上げると思いましたか？おそらくみんな同じだと思います。嘘をつかれたからじゃないですか？それでですね、嘘っていうのは嘘単体では成り立たないんですよ。嘘っていうのは必ず真実の隠蔽とセットになっているんですよ。真実と隠蔽、すなわち秘密にすることじゃないですか。で、我々気づきましたね。こんな特定秘密保護法なんて法律がなかったとしたって、政府都合が悪いこと長所を隠してんですよ。だけど今の時点ではそうです、勝手に隠してるけど実は悪いことなんですよ。悪いことだけど実は隠してる、でも悪いことなんですよ。ところが法律っていうものはそもそもその国境線の内側でこれが正しいって物差しじゃないですか。そのこれが正しいって物差しの上に勝手に秘密にしちゃうことが正しいって載せられたらたまったもんじゃないですよ。だから私、
原発に反対する立場として特定秘密保護法断固として反対いたします。そしてそうですね、取り急ぎ仲間と一緒にですね、参議院議員議長宛てに請願書をしたためてまいりましたので、これを待っていただきます。参議院議員議長殿、特定秘密の保護に関する法律案情報公開に関する請願、1、請願の趣旨、本臨時国会以下本国会というに条定される特定秘密の保護に関する法律案以下本法律案というは、我々一般国民の知る権利を侵害し、また一度施行されれば運用次第で我々一般国民の基本的人権であるあらゆる表現の自由が侵害される危険性が高いという疑義が脱ぎ切れない。このような疑義を抱かせる本法案は、本来全国民にその検討過程から全てを公開し、広く慎重な議論がなされた上で審議されるべき性質の法案であるはずだが、パブリックコメントの募集期間は不当にも2週間と短く、検討過程の情報公開請求も全文が黒塗りの状態であり、政府が本法案を秘密裏に成立させてしまおうという意図があると疑わざるを得ない。このような主権者たる我々一般国民を無視した非民主的な立法過程に対し強く抗議するとともに、我々は国会に対し以下の請願事項の遂行を要求する。2、請願事項1つ、議長は内閣官房内閣情報調査室に指示し、本国会会期中に本法案の検討過程に作成された全文書の内容を紹介議員らに判読可能な形式で提供すること。2つ、議長は内閣官房内閣情報調査室に指示し、本国会会期中に本法案に寄せられたパブリックコメントの全てを紹介議員らに判読可能な形式で提供すること。3つ、議長は内閣官房内閣情報調査室に指示し、本国会会期中に本法案に寄せられたパブリックコメントについてサマリーを作成させ、またサマリーにはそれぞれの意見の転生的な募集団を抽出し、募集団ごとの統計情報を付与にさせ、出来上がった資料の全てを紹介議員らに判読可能な形式で提出すること。4つ、議会は特定秘密の定義の詳細について文書化し、我々一般国民に明示すること、さらにその討議過程を我々に開示すること。以上、特定秘密の法に関する法律案情報公開に関する請願、ご清聴ありがとうございます。それでは皆さん、彼らに後ろの議員会館、そしているのかいないのか分かりませんが、我々が家賃を払ってやってるのに何やらふらふら遊び歩いてますが、首相官邸に向かって声をぶつけようではありませんか。シュープライズ、特定秘密保護法、特定秘密保護法反対、特定秘密保護法反対、特定秘密保護法反対、特定秘密を何のため、特定秘密を何のため、
忘れてました。はい、どうぞ。いいですか。じゃあすいません、手短にお話しますので。それでですね、そうです、法案上程の予定日当日25日夜8時半から遅くて申し訳ございませんですが、官邸前で抗議アクション私の見かけでやらせていただきます。第3週よろしくお願いいたします。思いっきり思いっきり思いっきり都合悪いこと秘密にするな、これに尽きるじゃないですか。声をぶつけましょう。ありがとうございます。今哲さんが言った反復可能っていうのは、これが反復不可能な文書です。これが反復不可能な前の自民党政権の時の検討チームの報告書、それが公開されたんですが、全文判読不可能です。このことを今哲さんが言ったわけですね。判読可能なものを公開するということです。ありがとうございました。それでは続いて若手の、研究者学者さんも駆けつけていただいてます。石川さん、石川雄一郎さん、お願いします。はい、埼玉県にある西学院大学というところで憲法の教員をやっております石川と申します。ありがとうございます。今回特定秘密法案の必要性を、政府与党は、アメリカからの要求だと、こういう法律がないとアメリカと情報が共有できないということを一つ理由を挙げているんですが、ちょっとおかしいんですね。過去の事例をいくつか見ると分かるんですが、ここにいる皆さん多分ほとんどご存知だと思う沖縄返還に関する例の外務省機密漏洩事件ですね。あれの真相はどこから漏れたか、アメリカの公文書公開からです。アメリカから真実が出てきてるんですね。でもう一つ挙げます。これもここにいらっしゃる皆さん大体ご存知の方多いと思うんですが、いわゆる砂川事件っていうのがあります。砂川町での日米安保特捜特別刑事法違反でデモ隊が逮捕起訴された事件なんですが、第一審東京地裁では日米安保は憲法違反だということで全員無罪になりましたが、条約上告ということで最高裁でひっくり返されたという事件があるんですが、その時も最高裁長官に対してアメリカ政府アメリカの国務省から の指示があったということが、これもアメリカ側から情報漏れてきます。つまり日本政府がやるべきことはこの国に新たに秘密保護法制を作ることではなく、本当に機密が漏れるのが心配ならばアメリカに秘密保護法制を作れということを逆に要求しなければならないわけです。そのあたりからメディアの皆さんにもちゃんと国民に伝えてもらいたいですし、国民の皆さんも考えてもらいたいと思います。短いですが以上をもって挨拶させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今発言された石川さんを講師招いて、集会を予定されている方、桜井さんが今いらっしゃってますので一言アピールお願いします。すみません、この10年間ですね、共謀罪に反対して十数年間戦ってきた他方法阻害法に反対する共同法です。私たちは、他のいくつかの団体と実行委員会を作りまして、26日の土曜日に新橋の駅前にある、国鉄労働組合の建物である、国鉄労働会館で午後1時から集会を開いて、4時から東電本社前から銀座を貫いてですね、集会とデモを行います。この間の成果を踏みつけてですね、25日の選挙をしようというふうに、政府は考えているということですので、ぜひともですね、私たちはちょっと手押しなんで、ここに集まっている全ての人に集会のチラシを配布しきれてないと思いますけども、土曜日の26日午後1時から、国鉄労働会館で集会を開いて4時からデモを行いますので、ぜひともそちらの方にも参加をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続いてですね、今この場で、私も一言アピールしたいという方から何人か、ご発言をお願いしたいと思います。最初に、川崎から春橋さん。皆さんこんばんは。こんばんは。私は特定秘密保護法、当時は特定秘密保護法とは言ってませんでしたが、反対のパブリックコメントは送らせていただきました。この国は国民主権の国、国の情報は主権者国民のもの、そうだ、政治家や官僚の独占物ではない。そもそも国家も政治家も官僚も国民のためにある。今の安倍内閣は全く本末転倒なことをやっている。現
原発で国民の命を奪おうとしている、消費税を上げて国民のお金を奪おうとしている、そして今度は秘密保護法で情報まで奪おうとしている。もはやあの党は自由民主党ではない。私にはすれば国家社会主義日本労働者党である。そうだ。そもそも情報を隠した国はかつてどうなったか、枢軸国と呼ばれた三カ国、そしてカンボジアのポルポト政権、そして旧ソ連、情報を隠そうとした国は必ず惨めな最後を遂げている。政治家や官僚たちが立場やメンツを失うのは勝手ですが、その時に必ず巻き添えになるのは国民である。そんな亡国の一歩を絶対に認めるわけにはいかない。特定秘密保護法が制定されればこの国はますます亡国に向かって近づいていく。あの人たちの自己保守のために国家があるのではない。一人や一人の力は魅力で、私も一人では何もできないんですが、全体の力を強めていって、何としてもこのファンを覚えさせたい。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続いて今度埼玉の牧さん、はい、お願いします。埼玉から来ました牧です。日本中にね、安倍晋三のねポスターがベタ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 貼ってあってね、日本を取り戻す、何その日本を取り戻す、戦前の日本を取り戻す、戦前の日本を取り戻すためにね秘密保護法を作っちゃうっていうんですから、これはたまったもんじゃありませんよ。国民にですよ、見ざる聞かざる話さざるじゃありませんけどもね、見せない聞かせない話させない、とんでもない法律ですよ。我々国民は見ざる聞かざる話さざるになってはならない。みんなで大きな声を上げてこの秘密保護法に反対しようではありませんか。頑張りましょう。それではじゃあ、あとお二人続いて森田さん、森田さんいらっしゃいますか。皆様こんばんは、森田と申します。政府は今までさまざまな不都合なことを隠してまいりました。それを分かってきたのはアメリカの情報公開などによるものです。特定秘密保護法案は今までのように都合の悪いことを隠すことを合法化するといったことに他なりません。そしてそういったものを暴こうとした人たちに対して凶暴や扇動、そういったもので私たちを逆に逮捕するといったようなものです。で、国会の権威も否定されています。議員調査権持っているも国会議員がなぜアメリカが知っている情報を知らず知ることができない、特定秘密会に呼ばれて、そして秘密の方を漏洩できないとか言われながら憲法51条と並べてみると非常に整合性がございません。また公開裁判という面でも非常に問題があります。このような問題のある法案を熟議もすることなく、パブリックコメントの結果を無視して簡単に力で可決していいんでしょうか。そのようなことは絶対に許されません。みんなで頑張りましょう。よろしくお願いします。じゃあこの場でお受けしたもう一人、最後の方、大山さん、大山さんいらっしゃいますか。お世話になります。上空から来ました大山と申します。特定秘密が来ました。20年前から特定秘密扱いにされています。もう始まってます本当に。で、この声が安倍さんとそれから麻生さんに届くといいんですが、あんたらが20年前に政治犯罪で刀にした娘の父親が来てるぞ、虚偽公文書を作ってそれを未だに使って、で今度は秘密保護法案か、じゃあ全部丸隠しになるわな。軍機とか軍事とかというのは実際には二の次なんじゃないのか。20年間も一般国民も虫けらのようにやってるじゃないか。うちの娘の件はどうするんだ。20年から障害のままだ。障害手当も切ったな、わざと。虚偽公文書も作ってる、作ったじゃない、今もだ、オンタイムだ。それで今度は皆さんの人権まで奪う。これは要するに憲法の98条の1項にも違反してる。
要するに法律なんかどうだっていいんだ。めちゃくちゃでしょ皆さん。ですからね、総理が法律を守らない、政治家が法律を守らない、何なんでしょう。これ皆さん98条の1項皆さん見てください。仮に麻生さんや安倍さんがこの法案を力ずくで通したとしても、そこにはちゃんとそれは無効だと書いてある。したがって彼らは取り消し無効なものを1日2億円もかけて国会を開いてやってる。おかしいじゃないですか。法案に上程、国会に上程する以前の問題だったということですよ。もちろん反対は当然です。しかしこんなのは狂気の沙汰だ。ですから国会議員の方いらっしゃいます、弁護士の方、学者さんもいる、当たり前のことを通そうじゃないですか。もうたくさんのことがあります。でも、まあ、時間の関係もあります。これはもう絶対に皆さん、安倍さんと麻生さんの犯罪なんです。以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃもうあといよいよ15分弱になってきました。最後にですね、国会議員の方お二人駆けつけていただきました、順次、ご発言をお願いしたいと思います。最初に福島みずほさん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、社民党の福島みずほです。情報は誰のものか、国民のものです。この間西山武智さん、運命の人のモデルでもありますが、彼が議員会館に来て話をしてくれました。アメリカで公文書が出て、そして、吉野文六さん、当時の局長に私福島みずほ会いに行って半日話を聞きました。文書が出てくる、当事者であった外務省の担当者が認める、しかしその時点で自民党政権は密約はありません、密約はありません、そう言ってきました。皆さん、自民党政権は自分たちに不都合なものは一切認めてこなかったんです。原発の情報も、そして外交防衛の情報も本当に出てきておりません。このような状況で秘密保護法成立したら民主主義の破壊です。どんなことがあっても25日に閣議決定、そんなことを一緒にぶっ飛ばしていこうではありませんか。被験者である国民は秘密保護法を認めません。皆さん、秘密保護法の過程も秘密です。議事録有識者会議作りませんでした。メモも役人は廃棄をしております。国会上程して立法過程正すことができないじゃないですか。そして外交防衛防潮、そしてテロ対策という名のもとに秘密の指定ができます。この間行政交渉皆さんたちと一緒に行いました。内閣官房は秘密について更新していく、その秘密を廃棄するにあたって公表しない、そう言いました。情報が闇から闇です。情報が闇から闇、政府にとって不都合な情報が一切出なくなります。懲役10年、そしてメディアも市民も国会議員も縛られる、こんな法律はごめんです。私たち国会議員はここにおります山本太郎さんとも一緒に、みんなで超党派の議員と市民の勉強会を作りました。この間6党の国会議員が集まりました。3回今まで勉強会してきましたが、4回目、10月24日木曜日9時半から11時、参議院議員会館講堂で内閣府、防衛省、外務省、警察省、総務省に対して行政交渉を行います。チラシを配っています。この件について皆さんたちから質問、意見の集約を受け付けます。10月23日水曜日正午まで、こんなことを内閣官房に聞いてほしい、内閣府に正してほしい、そんな皆さんの声をどうか私たち超党派の議員にお寄せください。皆さんたちと一緒に正して、世論の力で、みんなの力で、超党派の議員の力で、市民の力で、国会の閣議決定粉砕していきたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。私たちも私も必死で国会の中で力を合わせて超党派の議員で頑張ります。福島みずほでした。頑張ります。ありがとうございました。
それでは引き続き山本太郎さんにお願いしたいと思いますが、まあ、あの司会の私が生意気なことを言うんですけど、実はですね、山本さんは反原発脱原発の人っていうイメージが圧倒的に強いですね。それは事実です。だけど実はですね、参議院選挙の前に私も入っている反貧困ネットワークというところ、宇都宮弁護士岩佐誠さん、そのメンバーで、参議院選挙の前の、国会議員、立候補予定者に聞くという集いを、築地本願寺でやったんです。でそこに山本さん来られたんですけどね、貧困の問題も本当にもの見事にきちっとその時に発言していただきました。あ、この方はいろんなところをきちっと世の中を見ることができるんだと、あの時に本当に感じたんですね。ですからこの秘密保護法についても、この間の山本さんの発言、行動、素晴らしいと思います。みんなで山本さんを盛り立っていきたいと思いますし、ぜひ今日は山本さんからも熱いメッセージをお願いしたいと思います。どうも、ただいま紹介に預かりました参議院議員というよりも野良犬山本太郎でございます。よろしくお願いします。本当に貧困が救済されないのは当然なんですよ。その先に戦争ってものは考えられてるからですよね。戦争があった時に一番最初に引っ張られる要因、その確保のために貧困は救済されない、ね、そして労働者切り捨てられることも無視、この国になんて人権なんてあるわけないんですよ今んとこ。でもそれをなんとか変えようと、冗談じゃないぞと、この世の中不条理だらけ、その不条理を何としてでもひっくり返すんだという心ある皆さんが今日もこうやって集まってくださった、この皆さんを特定秘密保護法、そして共謀罪が決まってしまったら全員犯罪者にしてしまうというような状況ですよね。このままじゃ官邸前に集まっている皆さん、この法案通ってしまった後にはもう犯罪者ですよ本当にね。えなんて言われるんですかね、こういう時ね、本当にもうかける言葉もないですよとにかくこの法案誰のために作るんだ、もう簡単ですよ、根底には日米同盟、ああそうですか、太平洋の向こう側の国が大事なんですね。それだけじゃなく一部の権力者、時の権力者のためにこういう法案が通されるのかと、僕たちはよりコントロールされやすい立場になっていく、少しでも声を上げれば弾圧される、そのことが認められるのはこの法案じゃないですか。考えてみてください、もうこの国は今の時点でもう十分に秘密保全され尽くしているような状況です。思い出してください、原発事故がありました、福島東電原発事故、この国に住まう人たちが一人でも多く被爆しないようにスピーディーっていうシステムが作られましたよね。皆さんの税金100億円以上使ったのに僕たちにはその情報を公開してくれなかった。でも太平洋の向こう側アメリカ様には3日後にその情報を渡した。この国に住む人々は被爆してもらって結構ですっていう話なんですよ。おかしな話です、誰を守るための国なんだって。そのことを国会で大きな声を上げたのが福島みずほ議員でした。スピーディーの情報3月22日にどうして公開しないのかということを迫った。それでやっと僕たちはスピーディーという情報を手に入れることができた。アメリカは3日後、この国に住む人々はいつまでも切り捨てられ続けるわけにはいかない、このままじゃ本当にこの国に殺されてしまう。国のために生きろ、ふざけるな、自分のために生きるんだよ。国のために生きろということを認めてしまえば国のために死ぬってことを認めるってことなんですよ。冗談じゃない、僕たちは自分のために生きて自分の愛する人のためにこの命を捧げるんだと、この法案を絶対に通すわけにいかない。もしも通るようなことがあるのであれば国会周辺100万人ぐらいで中から国会議員を出さないぐらいに包囲しましょうよ。残念ながら98条を盾に戦うといういい方法もあるんですが、これ日本の法のシステムからいくとまず誰か一人最初に犠牲者が生まれないといけないんです。権利侵害ってものは、権利侵害っていうものが初めて生まれて、そこで法を盾に、憲法を盾に戦える、誰かが犠牲にならなきゃ戦えないって おかしいですよね。何が何でもこんなバカみたいな法案通しちゃダメなんですよ。誰を守るんだって、この国のために、冗談じゃない、この国に住む人々のために仕事をしろと大きな声をもっと上げてほしい。今日これだけの人数が集まれるなんて奇跡なんですよ。素晴らしい皆さん、本当にこれね、皆さんの声確実に国会に届いてるんですよ。
本当は最初参議院まで今国会内、今国会の会期内には参議院までボール回ってこないかもっていう意見が多かった。でも今国会会期中に何が何でも通すっていう方針に変わった。これは何でか、皆さんの声届いてるんですよ。声を上げるしかないんですよ。もうここに集まることも大事、でも街にも出てください。もうすでに皆さんやってらっしゃると思う。街に出て、そして一人でも多くの人に知ってもらう、そして声を上げてもらいましょうよ。とにかくこんな非人道的な、僕たちを人間とも思わないような法案絶対阻止しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。大変申し訳ないです。あと4分ぐらいしかないので本当はあとお二人からご発言いただこうと思ったんですけど、ちょっと申し訳ありません。それでランさん、ラン桐生さん、ちょっと一言お願いしたいんですが、今日も皆さんいろんなメッセージボードを看板持ってきてますよね。やっぱりね、この問題分かりにくいんです。だから分かりやすいスローガン、それで一つは川柳でいこうと、ということで、ちょっと一言。いいですか。今日の一句はね、秘密保護、自殺自殺の気なったさ。この法律は結局どこへ向かおうとするのか。それは戦前のシアリジ法の歴史を見ても明らかなように、結局これは戦自殺、戦争をするための法律だと思うんですね。そんで裏にもある。秘密法、明日の日本が危なすぎ、戦前の例を知るまでもなく、このことを私たちは戦前の教訓をいかに学んだのか学ばなかったのかという大きな歴史的な岐路に立っていると思います。戦後民主主義が何だったのかというようなことが根底から問われている時代だと思います。川柳でも戦前の鶴明が獄死しましたけども、今日なおまた同じようなというか、同じことを繰り返すようではなくて、もっとひどい時代が来ると思います、私は。そのためにも私たちは力を合わせて、断固戦う、そしてそれぞれの分野でできることを精一杯やる時代だと思います。私は川柳の魅力ですけども、原発やら何やら、共謀罪の頃も、もっと前からもいろいろやってますけども、川柳も俳句も短歌も詩も歌も全ていいと思いますから、それぞれお好きなところがありましたら、全員全力を挙げて文化の表現、文化の戦いも大事だと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。私の口からかけてるのは、何が秘密？それは秘密です。法反対ネットワークというのを昨日作りました。はい、みんなで分かりやすいスローガンを作って、市民国民にアピールしていきたいというふうに思います。それでは最後にもう一度今日の呼びかけになった、田島康彦さんから一言お願いします。ご苦労様でした。やっぱり話聞いてていろんな思いがあって、こんな法律をですね簡単に作らせてはいけない、ますます強く思いました。国会の議席とですね、我々が思ってる世論と全くかけ離れてるわけですよね。ただし我々の背後には何があるかというとですね、世の中のというか世界の流れは何かということなんですね。それまず秘密があってですね、それで残り物で情報公開するなんていう方向にどこも向かってないんですよね。そうだ、逆なんですよ。そうだ、情報を公開し、その情報について市民は知る権利がある。それが先ですよね。それでもしかすると何度もかんでも出さない、何度もかんでも出していいのかなってい う, そ, ういそっちの順序なんですね。ところが今回の法案というのはですね、全く順序が逆ということになっています。これは本当の意味の民主主義の国ではないですよね。ですからその意味では我々が思っていることは、少数者でもですね、余計者の人たちの話とかそういう話は全くなくて、世の中の大きな流れ、それを踏まえての我々の行動で